坂井ダブ。はい、こんにちは、ターキュー先輩です、ギター部3年のターキュー先輩です。じゃあ今日はね、みんなに、ちょっと、やっといた方がいい練習ね、紹介しようと思うんだけど、スケール練習っていうやつ。あのスケール練習、スケールってわかるかな。スケール、音階だね。ドレミファソラシドのことだよ。ドレミファソラシドとか、そうだな、レミファソラシドレとかね、ソラシドレミファソとかね、ドシラソファミレとまあそういうね、音階練習っていうのは、あのすごくね、あの指をいい感じでね、鍛えてくれる練習になるんだ。だからあの毎日やった方がいいよ。で最初はね、あのスケール、このスケールってどんなスケールって、まあいろいろね、分かんないこといっぱいあると思うんだけど、気にしなくていいから、とりあえず、そうだな、波長調ね、 Cメジャースケールね、ドレミファソラシドね、ドレミファソラシドをあのたくさん弾いとこ。でドラミドレミファソラシドがどういう効果があるのかとかね、どういう意味なのかなとか、そういうところは深く考えなくてもいいから、まずはあの普段の、ね、練習の中に取り入れてみよう、でだんだんと分かってくるとね、意味が分かってくるとね、いろいろ役に立ってくるからね、とりあえず毎日音階練習頑張ろう。